なという感じを持ったと思いますね。そうですか、はい、やった、抜けたシュート入った、吉田です、吉田のボレーシュートが決まりました。今ゴール前で高木が頑張りましたね。そうですね、はい、彼がねよく、はい、ぐっと体を使いましたよね。スローが出ます。ボールを蹴ったのは三浦ですね。ここで高木が頑張ります。ハンドじゃないかと言ってるんでしょうか。ユベントスはシュートが決まりました。吉田シュートも良かったですね、本当にこう打つんだって感じで、はい、なかなかいいショートでした。終わっておりますユベントス、無冠に終わっています。今年は何としても7年ぶり23回目の優勝を狙おうというユベントス。さあ三浦が抜けるか、三浦抜けたか、三浦抜けた、三浦抜けた、シュート入った、なんとジュリオセザールのマークをかわして三浦左足のシュート。チームメイトの北沢が帽子を振って喜んでいます。興奮しています、ハンスオフト監督。これまた鴨さん、綺麗なシュートでしたね。まあ見事だったです、はい、あれインターセプトしたの誰だった、そうです、ね、福田君ですね。あれでパスが出ました、はい、いいタイミングでパスが出たんですよ。後ろから懸命に追いかけます。ジュリオセザールのマークをかわして三浦のシュートが決まりました。2点目、2対0。まあ、それにまた落ち着いてきました ね、うん、ね、ちょうど、ね、キーパーの出花肩口抜いたんですが、いいシュートだったですね。後半16分、三浦和義2点目を挙げました。2対0です。今日は三浦君、まあ、そのあたりユベントスの今日の守備陣とは対照的です。日本のディフェンダー陣、ディアリが一旦返します。柏木、もう一度柏木、柏木のシュートはどうだ、シュートはどうだ、PK ですか、ペナルティーキックですか。今松永の手が足にかかったという判断なんでしょうか。そうですよね、それしか考えられませんね、はい、さあこの間にユベントスの方はもう一人選手が変わるようです。16番のジャコッボが入ってくるようです。で7番ですね、7番のリカーニオですね。リカーニオに変わってですか、リカーニオ疲れてたもんね、もうね、さっきの足を上げてトラップしようとしたところの場面が象徴的ですね。さあ手元の時計は間もなく後半33分になろうとしています。さあここでユベントスにペナルティーキックです。さて誰が蹴るんですか、バジオですか。昨シーズンはですね9回チャンスがあって9回全部決めてるんですよね、あのユベントスは。そうですね、はい、ですからこれ松永が止めたらもう最高ですよ、はあ。去年そのユベントスの9本のフリー、ペナルティーキックのうち8本を、バジオが蹴って8本全部決めています。トータルでバジオは18ゴール。これは鴨さん、得点王が25点のファンバッセンですからなかなか立派ですよね。しかもね、去年は第2列でプレーしてるわけですよ。そうなんですよね、そういう点ではすごいと思いますね、はい。まあペナルティキックはたくさんあったとはいえ、あれ18点というのはすごいと思います、ね、そうですよね。ファンバッセン25点のうち9点がペナルティキックですからね。スタートしました、決まりました。軽く右手を上げただけ。さあ2対1となって残りが手元の時計では奥寺さん10分少々。そうですね、まあこれで一気に引き返すかもしれませんけどね。これは、はい、消極的にならずにね、そうですね、やってもらいたいですね、はい、僕そう思います。このペナルティーキック、横っ飛びの松永の右手の先を抜けていきました。さあ2対1、
これ川さん守ろうとなったらこの10分は長いですもんね、はい、先週の土曜日バイエルンミュンヘンとの試合でハットトリックをやっておりましたメラー、さあゴールのほぼ正面にビアディがいる、その外側に柏木、さあセンタリングヘディングシュート、ついに同点、アンドレアス・メラーのヘディングシュート、さすがはユベントス、ついに同点に追いつきました。インジャリータイムに入った47分、完全ノーマークだったね。少し安堵の色が見えます。トラパットーニ監督、今シーズン新加入のアンドレアス・メラードイツ代表らしさを見せましたか。そうですね、まあそういう感じもしますけど、この1点はやっぱりやっちゃいけない1点ですよね。そうですか、ここでゴールの直後に試合終了のホイッスルが鳴ったようです。